全力リプレイ。さあまずは小橋の1番ナイスバーディーから、この曲がりを読み切ったのはすごいですよね。はい、竹山も負けてません。出だしから見せてくれました。トップスタートの竹山が、うん、今日もやるぞという予言のような一打、もちろんバーディーです。後半フォン・スーミンは11番、このパッティングがナイスパーセーブにつながりまして、フォン・スーミントータル2アンダートップグループキープの1位になりました。これは私のリクエストで木下のラフから打ってのこのショット、はい、ナイスショットでもちろんこれがバーディーにつながります。雨が降り始めたところでね、難しい状況だったんですがナイスショット。さあそして万歳これが単独トップに躍り出るバンカーからのナイスショット、はい、5アンダーとする一打。最終18番の酒井もすばらしいチップインバーディー、3アンダーフィニッシュにしたわけですから、もちろんこの笑顔。